こんにちは、ゆうです。パートのお時間です。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、今日も楽にサバカ、柴犬丸やっていこうと思います。はい、前回と服装が変わってないということは、タメ撮りでございます。はい、止め撮りダメって言った方がいいんかな、どっちがいいんかな、どっちが正しいんですかね。ちょっとあまり日本語はちょっと不自由なもので、はい、ちょっとわかりかねますが、はい、今日も無課金百式柴犬丸やっていきたいと思います。はい。前回の動画でね、ガンダム見事に1体だけね、ゲットできたんで、見事に1体だけってどういうことなんやろうってね、やっとね、ダイヤが2個出ましたね、6回。7回引いてか、はい。それで、今日はね、クエスト11で、まあ、1回引きたいんですけど、まあまあ、どうせならね、そのガンダムキャラだけでね、もう、終わっちゃうんでって、終わっちゃうんで、はい。ちょっと、ガンダムの簡単な多色で、はい、ちょっと組んでみたんで、はい、それでは、早速、挑戦とかももうクリアできるんでしょうけどね、はい。それではね、まあ、一種のエンタメとしてお楽しみください。それでは、パーティーご紹介します。はい、こちらですね、5月のクエストレベル11、超高度濃厚の全属性必須にはこちらのキャラクターたちです。はい、リーダーのジム、聴覚性浮遊、火炎の面倒くさかったです。で、上限解放に、警戒昇竜陣、赤闇、はい。赤、赤竜って読むかな？はい。とりあえず、HP ちょっと不安やったんと、なんか火力覚醒つけとこうかっていうので、はい。適当につけております。はい。で、こちらがラクス・クライン&エターナルですね。超覚醒全パラ強化に上限解放。で、インドラ武器ですね。はい。ちょっと変えんのめんどくさかったです。すいません。はい。で、こちらがザクですね。ザク2ですね。一般的にザクと言われるのはザク2ですね。ザク1っていうのが旧ザクって言われてますね。はい。小学生浮遊に上限解放。で、ドック目覚め、超高度とか、気がちじゃないですか、毎回。で、ドック目覚めつけております。はい。で、あとは、一応カーリーね、五色攻撃強化欲しかったということで、火力がね、10コンボしか、貢献できないんで、ザク2。はい。ザクとは違うのだよ、ザクとはって言わせないように、カーリーつけております。はい。で、こちらペーネルペですね。ペーネルペに小学生浮遊、スキルブーストプラスにスキルチェーン2つ。で、ストロベリーチャード、ロベリール武器ですね。はい。やっと覚えました。はい。で、こちらジオングですね。ジオングにはなぜか小学生スキルプラスがついておりました。で、上限解放にエネルギーの融合、エネルギー吸収アリーナですね。はい。こちらで、一応ね、ダメージ吸収とか属性吸収来たようです。まあ、ダメージ吸収かな、主に。はい。来た時に、まあ、なんとか、属性吸収はなんとかなりそうなんで、はい。一応、ジオング入れております。はい。で、こちらがガンダムエピオンですね。はい。小学生浮遊に上限解放、神キラに、上限解放。で、これ、アマテラス武器ですね。ヘイスト剣ね、なんていうか、覚醒無効、まあ、切ったらっていう感じですね。はい。リーダースキルがね、ジムが3色以上で軽減。で、全パラ強化。マシンタイプのね。はい。で、エピオンが、これも3色で半減。で、マシンタイプに HP、倍率。はい。で、バッチはガンダムバッチです。はい、それではね、これでガンダムコラボ、ガンダムたちでクリアして、クリア11はね、はい、一回引いていきたいと思います。それでは、いきます！オッケー、俺と戦おうぜ！誰だったっけ、なんか。こんなセリフのやつおらんかったっけ。まあまあまあ、いいでしょう。はい。じゃあ、ストロベリーチアーズ使って、これ使ったらあんかったやん。あ、ジンやと思った。で、警戒昇竜陣赤闇使って、これでもヘイストってどうやった？で、オールドロップ。全然だよ、リアーシュー集合か。はい。知ってます？皆さん。順番ね、朝めっちゃ早いんで、乗り立ってもご近所さんの迷惑なんで、使えますけど。何だっけ？忘れた。洋楽ですね。はい。よしよしよし。オッケー。ワンフは突破ですね。はい。コインの呼吸使ったっけこれ。使いましたね。オッケーオッケー。ランダムで。やばい。それはやばい。待って、ジムが確かドリフやったんですよ。オッケー。いいじゃないですか。3色ぐらいやったらね、多分ジムでも、ジムのローリフでも用意ができると思って、勝手に思ってるんですけど、その期待に応えてくれるジム男前。ボールとか出えへんかなぁと思ったんですけどね。よし。OK。これも3色ありますね。はい。
あ、そうか、ジオンを使っといてよかったんか、ジンやから。あれ、どうしよう、マジで。ちょっと待って、めっちゃ気繋がってるけど、なんか。10個目回になってくよ。セーフ。あ、最悪。がまりで、これ76やったらパーンされるやつある。あ、よかった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 。76で 1.5 ってよかった、うん、よしよしよし。お、ここもうええやん、もうええわ。 OK。 はいはいはい。あ、まあまあ言うてね、11なんでね、ジムでもクリアできますよ。ジムとザクとジオングね、混ざってます。あ、指奪われた。指奪いは、指、え、あかんのに全然指奪われてもって言おうと思ったら、ちょっとあれ、バカにするね。使いましょうか。はい。指伸ばしてね。はい。よし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 。はいはい。はいはい。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。毒目覚めつけてたけど、どっかで意味ありましたかね、これ。ハゼタちゃんが。よし、OK。お、負けちりですよね。あげます。さあ、受け取ってください。あ、毒目覚め来た、やっぱり。OK、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 ナイス。んーなら、あ、ダメージ吸収来たね、やっぱり。私の敵が見える。あれ、ジオングってエフェクトないのこれ。あ、ごめんなさい、お腹が鳴りました。はいはい、腸内環境がちょっとね、活発になってますね。腸内フローラーですわ。はい、あ、ちゃんと L 字にしようと思ったら腸内フローラーとか、ちょっとなんか適当なこと引っ張り出すのに時間がかかってしまって。 OK、OK、OK で、HP が、はいはい。あ、消せない。はいはい。消せないやったら、おぉ、それはちょっとまずいんちゃうか。とりあえずエピオン使いましょう。使いましょう。あ、これあれやん。ちょっと待って。ジムのドロリフ。でも最後全部、じゃあ、これ、ザクのルーレット使いましょうか。オッケーオッケー。あ、待って、思いだけでも力だけでもダメなのです。聞くの忘れたな。こんなもんでね、はい、いけると思いますわ。はい、えい、はい、それがザクとは違うのだよ。ザクとはですね、はい、よっしゃ、クリア。まあ、言うて最新コラボなんでね、11ぐらいはね。よし、それだ、石回収しましょうか。宝石11個。はい。一応ね、お見せすると、ユーザー情報、購入履歴、無料配布、13個でございます。31ですね。はい。31やったら31になってしまうのか。あ、ごめんなさい。で、ガンダムでね、これで締めて。ユニコーン！ちょっとなんか、ほんま大やん。ダイヤ卵のね、最近音聞いてなさすぎて、なんか、イメージトレーニングもできひん。はい。それでは最後、今回はね、ウィンダムと共にお別れしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。この辺でお開きにしたいと思いますね。はい。13、14、15もクリアして、ガンダムクラブっていつまでやったっけ？ちょっと覚えてないんですけど、はい。このね、撮ってる次の日がね、ちょっと、出ないといけないんで、今ちょっとね、取りだめさせていただいてるんですけど、はい。金曜日まであったらね、13、14、15クリア、15はちょっと置いとくかな、わからんけど、ちょっと、まだランダムもね、ちょっとやりたいんでね、はい。まあ、そこの点はね、まだね、不透明な部分が多いんですが、はい。やっていきたいと思います。それではね、今回のお相手は私、ゆうでございました。それではね、バイバイ。